私が生まれ育った町からは富士山が見えた。富士は大きくて美しくて、私を爽やかな気分にしてくれた。そうやってずっと富士山を眺めていると、私は家に帰るのが嫌になった。父は自宅の1階で小さな焼肉屋を経営している。家の中は薄暗くて油にまみれている。柱や壁、家具に至るまで、きちゃけた油がべっとり付着していた。父子家庭のため掃除は行き届かず、押し入れの布団にも常にじっとり油が染み込んでいた。衣類はいくら洗濯しても、すぐ油が染み込んだ。おまけに父はひどい油症で、いつも油切って独特の匂いを放っていた。私には二つ年上の兄がいた。とても陰湿な性格で、父のいないところで私をネチネチといじめた。また兄には奇妙な癖があって、時々厨房に忍び込んではサラダ油をうまそうに飲んだ。見たな、ゆい。いいか、父ちゃんには黙ってろよ。バラしたらどうなるか分かってんだろうな。べとつく壁も、胸の悪くなる父の匂いや油のように陰湿な兄も大嫌い。そして私はどんどん油に敏感になっていった。そのうち私は部屋の空気の中に含まれる油の濃度まで感じ取ることができるようになった。湯度、私は空気中の油の蒸気の濃度をそう名付けた。ピンポンポンポン。ただいまの部屋の湯度は 50%。 火の元にはくれぐれもご注意ください。ただいまの湯度 60%。 ただいまの湯度 60%。兄が思春期に入ると、その額にニキビができ始めた。やがてニキビは顔中に広がった。ちゃんと聞こえるって。おいゴロ、近寄るんじゃねえ、このカッカさん野郎。バカ野郎、おめえの油がついちまったじゃねえか。クリーニング代払え、明日までに5万円持ってこいよ。いいな。おい、ゆい、お前笑ってたんだろ。いい気味だと思ってたんだろ。やめんか、ゴロ。話せ、親父。俺がこんな顔になったのは親父のせいだ。俺の体は薄汚い油に汚染されちまったんだ。どう責任取ってくれるんだよ。よせ、ゴロ。やめろ。
それから兄は家に引きこもるようになり、毎日のように油を飲んだ。ゆい、ゆい、ゆいいないのか。何、お兄ちゃん。油だ、油を買ってこい。それから新しい布団もだ。この布団ジメジメして気持ち悪いんだよ。そんなこと言ったってお父さんお金出してくれないわ。うるさい、どっかにあるだろ。もうイライラする。気持ち悪い。え、今気持ち悪いって言ったな。そうか、俺の油がそんなに気持ち悪いか。じゃあ思い切り味合わせてやる。どうだ、俺の活火山から吹き出す油は。邪魔見ろ、どいつもこいつもバカにしやがって。今に見てろ、みんな殺してやる。手始めにお前を殺してやる。気持ち悪いと言った罰だ。すまん、グロ。え、焼肉だるま？ダメでしょ、店内汚いし。いや、それがね、この前行ったらいい肉出たんだよ。油が乗っててさ。そうなの？いらっしゃい。おやじさん、例の美味しい肉お願いね。この前のやつ。すいません、あの肉はあいにく昨日でなくなってしまいまして。あ、そうなの？あ、はい。ただいまの湯度 70%、 70%。 私が奇妙な夢を見るようになったのはその頃からだった。私は夢の中で富士山を眺めていた。油、これは油だ。現在の市内の湯度は 90%。 湯度は 90%。 火の元には十分ご注意ください。気分が悪い。私の顔のニキビはみるみる増えていった。そして私も家に引きこもるように。ゆい、まだ気分が悪いのか。たまには散歩でもしたらどうだ。うるさいな、あっち行って。ただいまの湯度 80%、 80%。すまん、お腹を空かせてるかと思ってちょっと油をな。お腹空いたって油なんか飲まないわよ。そうだな、お前は油は飲まなかったな。もしかして最近ずっと飲ませてたの？いや。ねえ、飲ませてたんでしょ。バカな、お父さんもう寝るからな。そうだ、絶対そうだ。ここ数日お父さんはずっと私に油を飲ませていたんだ。それ以後私は用心した。下手に眠るのは危険だ。
やめたやめた。何が焼肉だ。父の油症はますますひどくなり、父に近寄るとムンムンと湯度が上がった。父の入った後の風呂の残り湯には油の膜が張り、押し入れの布団には以前より多く油が染み込んだ。そしてある晩、何の音だろう。滴り落ちているのは血ではなく黄褐色の油だった。ただいまの湯度 100%、 湯度 100%。田舎で一人暮らしのおばあちゃんが怯えた様子で、誰でもいいから来てくれと言う。いつ来ても寂しいところ。こんな時間に誰だろう。おばあちゃんの友達かしら。こんばんは。失礼ですが、祖母のお知り合いですか。やっぱりそうですか。何しろ去年祖父が亡くなってからも一人きりでこんなところにいるんで、私たちも心配してるんですよ。これからも訪ねてやってください。あれはね、金五郎さんだよ。ずっと前に、私が子供の頃に死んだ私のおじさんだよ。毎晩出るんだよ。ああやって橋に、おじいさんが死んでこの家に私一人になったんで、あんなものが出るようになったんだ。するとあれは幽霊？私が一人になるのをずっと待ってたんだよ。幽霊が私を呼んでるんだ。でも大勢の声よ。昔死んだ村の衆が大勢いるんだ。まだ成仏してないんだよ。なぜおばあちゃんを。それはお前、私を川の底に引きずり込むためさ。覗いてごらん、手招きしてる。嘘でちゃう。まったく夜中中呼び続けて、こっちは眠ることもでき。カナヤ、お前も眠れんじゃろ。だから今夜は私が子供の頃の話をしてやるよ。そこに座ってお聞き。お前には初めて話すな。私はこの家で生まれて、この家で育ち、ずっとこの家に住んでおる。この辺は人もいなくなったが、昔はこの村も今と違って活気があった。その頃この村には変わった風習があった。葬式のやり方だよ。私の覚えている一番古いのが金五郎さんの葬式だよ。葬式の日には村中の人が死者を見送るために川の岸辺に集まった。
私は母親と橋の上から見てたよ。おい、金吾郎さんが来たぞ。おい、おそで、おじさんが来るよ。しっかりと見とくんだよ。にぶつかっちまった。金吾郎さんも運が悪い。おじさん落ちちゃったよ。ああかわいそうに。ねえ母ちゃん、金吾郎おじさんどうなっちゃうの？あの辺りは川の幅も広くなって、そこも深いからね、流れずにあそこに沈んじゃうよ。橋にぶつかってもちゃんと畳に乗ってればあの世へ行けたんだよ。せめて畳に縛りつけとくわけにはいかんかの。かわいそうだが、昔からの習慣だからな。小吉さんは。小吉さん？小吉さんというのは、昔二十歳で死んだこの村の若者じゃが、死体を流すという葬式のやり方は小吉さんで最後になった。私が十五の時じゃ。小吉さんは村一番の男じゃった。発色はあったんじゃなかろうか？しかし心は綿のように優しい人だった。私の初恋の相手だったな。そして言い名付けだが、山で木の下敷きになって死んでしまった。葬式には畳を2枚使ったな。それ流すと私は悲しくてしょうがなかったが、村の中にはこれは見物だなどという者もおった。見ろ、お袖のやつ泣いてるぞ。無理もねえ。流れてきたぞ。小吉さん。ああ、ぶつける。見ろ、小吉の体がでかすぎて硬直してるから突っかえてるぞ。してやれ。あれじゃ小吉がかわいそうだ。やった。あたしゃあの時確かに小吉さんが目を開けてこっちを見たように見えたんじゃが。おばあちゃんを？あれはあたしに何かを言いたかったんじゃないだろうか。そうじゃ、あれはお前も早く来いという目じゃった。川に沈んでしまった人たちが私を待ってるんだよ。だから毎晩亡霊が現れて私の名を呼ぶんだ。私は怖いよ。いや、きっと私はもうじき死ぬよ。何言ってるのおばあちゃん。こんなところに一人でいるからよ。明日一緒にこの家を出ましょう。もう遅いよ。私は死ぬ。おばあちゃんしっかりしてよ。カナヤ、私が死んだら土の中に埋めておくれよ。間違っても川なんぞに流さないでおくれよ。私は川なんぞに沈みたくない。カナヤ頼むよ。おばあちゃんねえ、どうしたの？おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃんねえ、おばあちゃん。なんだ、夢か。そうか、おばあちゃんの家に行く途中で眠くなったから少し仮眠を取ったんだ。
やだ、夢とそっくり。まさかね。こんばんは。お袖さんはついさっき亡くなりました。おばあちゃん、おばあちゃん、どこにいるの？おばあちゃん、おそでちゃんが来たぞい。めでたいの。これでやっと小吉とおそでの祝言が挙げられる。だが、おそでちゃんも年を取ってしまったな。おばあちゃん、おばあちゃん。さっき私を見たような気がしたけど。